yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、オノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近ですね、ちょっとご報告というかなんですけど、イヤホンでソニーの完全ワイヤレスイヤホン WF-1000XM4 かな、ご紹介したと思うんですけども、あれをですね、僕はドラム式洗濯機で洗ってしまって、洗って乾燥してしまって、ちょっと今ですね故障して使えなくなっちゃってるんですよね。なので今ちょっと修理ね出そうかなと思ってるところなんですけれども、それがね戻ってくるまでの間もね、引き続きちょっといろんなイヤホンね試していこうかなと思います。ソニーのイヤホンも非常にねいいアイテムではあるんですけど、他にもね、結構たくさんいい、イヤホンがね、まだあるので、そのあたりもね、含めてこう試しつつですね、今年の僕の中でのね、ベストワイヤレスイヤホンっていうのをこう探していければいいなと思っています。はい、でなのでね、今日も また1台ですね、新しくこうイヤホン、完全ワイヤレスのイヤホンをご紹介するんですけど、完全ワイヤレスのイヤホンね、使ってる方も多いと思うんですけど、完全ワイヤレスを選ぶ理由って、皆さん何ですか？一番はですね、多分この機動性だと思うんですよね。線がないことによって身軽になって持ち物ね小さくなるっていうのが、やっぱり完全ワイヤレスのいいところだと思うんですけれども、やっぱり一部のねワイヤレスイヤホンってどうしてもこうケースとか本体がでっかくなっちゃうねものがあったりするんですね。元々のコンセプトに立ち返って、完全ワイヤレス使うんだったらやっぱりねこうコンパクトさ、小ささをね重視したいよっていう方にねすごくおすすめのイヤホンが、今日ご紹介するのはこちらになります。先にポイントだけお話ししておくと、3つですね。サイズが非常に小さい、2つ目に小さいんですけど、これちゃんとねノイズキャンセリング搭載をしていて、なおかつですねその性能がねいいです。そして音質もかなりいい部類に入るのに、なんと値段がね非常に安い7500円ぐらいかなで買えてしまうっていう、イヤホン出てきたので、いわゆるミニマリストというか、持ち物をねできるだけこう小さくコンパクトにまとめたい、身軽にしたいっていう方にね合ってるイヤホンだと思いますので、ぜひねそういう方はチェックしてみてください。それでは始めていきましょう。そのイヤホンというのがこちらですね。アビオットさんからですね新しく発売される TED019 というですね完全ワイヤレスのイヤホンになります。このアビオットさんに関してはもうだいぶね僕もこういろんな製品紹介しているので、もうね僕のチャンネル見てる方はおなじみかと思うんですけれども、日本のねオーディオメーカーさんで非常に音質がいいです。それでいて値段もね比較的安めでね買えてしまうっていうですね、非常にこう推してるメーカーさんの一つだったりします。このアビオットさんの中にはいわゆる音質重視のモデルと、こういったですね利便性重視のコンパクトさとか機能性重視のモデルの2つがありまして、これはね後者になります。日常の中で使いやすくてかつねコスパもいいっていうですね、これから新しく完全ワイヤレスイヤホンをね使おうとか、ワイヤレスイヤホンの初心者の方にはですねおすすめできるシリーズになってます。で、それのね最新モデルがこちらになるんですけれども、まずねもう箱からしてちっちゃいんですよ。これ届いた時にちっちゃと思ったんですけど、こんな感じのね中が透けてるようなねこのこちらのパッケージに入ってます。中身を開けてみるとこんな形ですね。まずはねこのコンパクトさ、サイズ感のところから見ていきましょうか。非常にですねこの見てわかる通りですね、このケースも含めて、コンパクトなデザインになっています。比較用に分かりやすいものといえばですね AirPods Pro とかですかね、一番ね多分普及している完全ワイヤレスイヤホンかなと思うんですけど、それと比較すると、これぐらいのね、コンパクトさになります。ちょっとね厚みは、あるんですけれども、このね前から見たサイズ感としてはですね、非常にコンパクトな作りになっていますね。で中を開けてあげるとこんな感じで、イヤホン本体がね収納されている、正方形のねデザインの、ケースになっています。で充電はねこの USB-C、対応していますね。イヤホン本体はこんな感じでちょっとまがたまっぽいですね、デザインになっています。でここにねイヤーウィングが一つついていて、耳のね装着感のこうズレというのをなくすような設計になっています。で反対側はこのような感じで、カナル型のイヤホンですね。耳に装着をしてみるとこのような形ですね。そこまで筐体自体は大きくないので、前から見てもですね、不格好ではないかなと思います。こちらコンパクトなモデルではあるんですけども、バッテリーの持ち、バッテリー性能が、非常に良くてですね、このイヤホン単体で11時間、連続再生ができて、ケースを合わせると33時間ですね、これ音楽を再生することができます。先ほどのこの AirPods Pro がイヤホン単体でだいたい4時間5時間ぐらい、ケース込みでも20時間弱っていうところ
ところなので、まあ、バッテリーの持ちとしてはもう倍ぐらいあるんですよね。でかつ単体で11時間いけるので、まあ、正直このケースがなくても1日の作業とかだったらね、これ1台でこう賄えてしまうっていうぐらいのこうバッテリー性能があります。そしてこれ操作はタッチ式になっていて、これいいのがですね、イヤホン単体でほぼ全ての動作がね、完結できます。再生停止とあと曲送り、あとはノイズキャンセリングのオンオフとか、あと音量の調整ですねっていうのがこのタップの操作だけで行えるので、こうスマホをいじる必要がないんですね。一部のイヤホンはどうしてもスマホで音量調整しなきゃいけなかったりとかするんですけれども、これはね、全部ここで操作ができるので非常に使いやすいですね。まあ、個人的に大事なこのイヤホンでこうペアリングをね、切り替えるモードとかっていうのもあるので、まあ、この利便性っていうところはね非常にね、高いと思います。あーですです。今ですね、こちら D019 を、パソコンにつないで Zoom のね、音声を録音しております。通話の時に聞こえる品質はこのような形になっています。あーですです。どんな感じで聞こえますでしょうか。こちらが、アビオットの新しいイヤホンですね、D019 の、音声になりますので、ぜひ参考にしてみてください。続いてノイズキャンセリングの性能ですね、これ値段もね比較的安い製品なので、正直ね試すまではあんまり期待してなかったというか、まあ、ついてはねいるとは言ってもそこまで性能高くないんじゃないかなというふうに思ったんですけど、結構いいです。かなりノイズカットしてくれます。まあ僕の中で例えば10段階評価でね、つけるとしたら、まあ大体本当に8点ぐらい、8点9点ぐらいしっかりねノイズをカットしてくれるイヤホンですね。まあ主にね低音とか車の音とか人の足音とかっていうのは全然カットしてくれますし、そこからですね結構難しいのが高音とかのねちょっとカンカンっていうね高い音のカットなんですけど、そこもね割としてくれるんですよね。なのでこのサイズ感かつこの価格帯のイヤホンでここまでねノイズキャンセリング効くんだったらもう十分だなと僕は思います。もうちょっとね高いイヤホンでもノイズキャンセリング性能弱いなっていうものねたくさんあるんですけど、本当にね下手したらこう 2,3 万するものと遜色ないぐらいのですねノイズキャンセリング性能あると思います。まあ AirPods Pro がノイキャン性能って結構高いんですけど、まあ、それにね、まあ、若干劣るぐらいかなと。でもかなり肉薄はしてると思います。そしてこのイヤホン外音取り込みの機能も搭載をしていて、外の音声をね取り込んで聞くことができるんですけれども、このね外音取り込みも比較的優秀なんですよね。かなり自然に周りの音取り込んでくれるので、普通に日常会話とかだったら全然問題なくできると思います。電子音っぽさもあんまないですし、正直ねここまでレベルが高くねこのノイズキャンセリングと外音取り込みを搭載してくるとね思わなかったですね。アビオットさんって本当に去年ぐらい、去年一昨年ぐらいまでは音質のメーカーさんだったんですよ。音質がとてもよくって、それ以外のソフトの機能はねちょっと弱いなって印象だったんですけれども、最近のですねモデルに関しては機能もね非常にいいんですよね。ノイズキャンセリングとかこうソフトのね面でも本当にね最近レベルが上がってきたなと思うので、まあ、今後ね、まあ、今年もそうですし来年、再来年ぐらいが非常に楽しみな、ね、メーカーさんだと思ってます。続いて音質のところなんですけれども、まあ、これはねやっぱりアビオットさんなのでもう間違いはないですね。これ比較的安いモデルのものなんですけれども、それでもですねかなり音自体はすごく聞きやすいですね。10ミリの比較的大きめのドライバーを搭載していて、非常にですねこうダイナミックでメリハリのある、まあ、楽しいね音を聞かせてくれるイヤホンですね。なので本当にこう日本のねポップスとかにはね本当に合うと思いますし、まあ、特にねこう今流行りのこう、まあ、いわゆるシティポップとかテクノポップとかね、ああいうところには本当に相性のイヤホンだと思います。まあ、打ち込みの曲ってポンポンとねこう弾む音が多いと思うんですけれども、この弾みのね弾力感というかこうポンとね弾んだ時のこう余韻みたいなところがしっかり感じられて、本当にねこう聞きやすいイヤホンですね。ダイナミックではあるんだけど、しっかりねこうニュアンスも聞き取れる繊細さもね持ち合わせていて、本当にこう、まあ、音質としてはね、まあ、必要十分かなと思います。まあさすがにこう3万円ぐらいするね、まあ、超高級ワイヤレスイヤホンみたいなその辺の、帯域のところと比較しちゃうと、まあさすがにまあちょっと劣るかなってあるんですけど、まあ、このね、金額感のところでは間違いなくですねトップクラスの音質を持ってると思います。まあ、正直 AirPods Pro、まあ、何度もねちょっと引き合いに出して恐縮なんですけど、一番わかりやすいのがこれだと思うので、 AirPods Pro とちょっと比較してみてもですね全然音質はね、遜色ないです。同じぐらいの、いい音でね聞くことができるので、まあ、それでいてこうコンパクトでしかも値段も安いっていうですね、まあ、非常にねこう、まあ、買って、まあ、そこまで間違いはねしないようなイヤホンだと思います。
最後のポイントとして振りておきたいのはやっぱり価格ですね。まあこれ7500円ぐらいで買えちゃうにもかかわらず、これだけね、ノイズキャンセリングがちゃんと強力で音質もしっかりしていてコンパクトでっていうですね、非常にあのコストパフォーマンスにすごく優れたね一台だと思います。まあこれぐらいの価格帯のイヤホンもね僕たくさん試してるんですけど、まあ一番肉薄するのはですね、まあイヤファンのフリープロっていうものがありまして、まあそれもね比較的安くてこうノイズキャンセリングも強力でってものなんですけれども、まあそれと比較して考えると僕はねやっぱこっちの方をしたいなと今思っていて、なぜかと言いますと、一つはですねやっぱり音質のところ、音質はやっぱりこっちの方がいいです。でもう一点は、これさらにですねアプリとかも使えるんですよ。まだちょっと僕ねこれ発売前なのでアプリ試せてはないんですけれども、アビオットのね他のシリーズも、共通のこのアプリが搭載されていまして、ここからねイコライザーの調整だったりとか細かいカスタマイズができるんですね。まあ、そういったところも踏まえるとこの1万円以下ですね、特にこの、まあ、7000円8000円ぐらいのところのイヤホンで言うと、まあ、本当にねこう群を抜いて、このイヤホン優秀なんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで今回は簡単だったんですけど、このアビオットさんの新しい完全ワイヤレスイヤホン、TED-019 ですね、お話をさせていただきました。冒頭でお話しした通りもポイントね3つですね。もう小さい、ノイキャン性能がね素晴らしい、そして価格が安いってね、この3つ3点になってますので、まあ、比較的ねこう安い値段でイヤホン探してますよっていう方とか、持ち物をね少しでもこう小さく軽くしたいっていう方におすすめのワイヤレスイヤホンなので、いわゆるミニマリスト志向の方だったりとかコスパをね重視して考えたいよっていう方にはねすごく刺さるアイテムだと思います。これリンクはね概要欄に貼っておきますので、そちらの方からね詳しく見てもらえると嬉しいです。はい、まあ、こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういったねイヤホンの情報とか、ガジェットの情報とかインテリアの話ねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。またねいいイヤホンあったら皆さんにお伝えしようと思いますので、次もお楽しみにしておいてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。